どうも皆さん、こんにちは、ヨヨンでございます。今回、じゃん、こちら。ポータブルバキュームクリーナー、ストラングサクション、イエーイ。はい、ということで、こちら、まあ、簡単に言えば、掃除機ですかね。はい、こちら、ね、新しく、ポータブルバキュームクリーナーということで、コードレスのね、掃除機でございます。ちょっとこちらをね、使ってみたいなと思います。ということで、まずは開封していきましょう。裏面とかは特に、ちょっと英語とかで書いてあるんでね。うん。まあいいかな。はい。ということで、まあ、早速ね、読むより見た方が早いんですよ。さあ、開けていくよ。まず中にはこれらが入っていました。まずは説明書かな。一応日本語は裏には書いてあったね、一応。はい。そしてカスタマーサポート。これなんだい？あ、アタッチメントかな？アタッチメントですね。おー、すごい。あ、ブラシ。いいじゃん。結構サラサラのブラシ。と、ちょっとイボイボなやつ。と、細いところにもいけるやつ。充電はマイクロ USB でされるみたいですね。おなじみマイクロ USB。さあ、ではこれが本体かな？ほっ。お、すげえ。なるほど、以上だね。こんだけか。おお、すごい、ちっちゃいし軽い。結構軽いよ。で、これを何、じゃあ例えばこれが一般的かな。これを振って刺せばいい。これいいってこと。パワープッシュ。ちょっと電池が入ってないかな。で、ていうか充電されてないかな。ちょっと充電してみますか。はい、じゃあそろそろね、充電が完了したと思いますんで、やってみましょう。ここのボタンが電源ボタンですね。ここを押すと、お、起動しました。おー、なるほど。で、ここから吸い取れるわけですね。で、ここから、風が出てますね。めっちゃ涼しい。はい。じゃ、ということで、もう一回押すと止まりますね。まずはなんかパソコンのキーボードの隙間もいけちゃうみたいですね。パソコンの隙間にはどれがいいかな。これだとちょっと傷がつきそうなんで、あとここが取れるみたいですね。で、これがいいかな？これっぽいかな？パソコンの隙間には。ちょ、これでやってみましょう。じゃあ、今回このパソコンのキーボードのところやってみますか。いきまーす。結構ね、はい、この辺ゴミありますね。これを、おぉ。こんな感じか。どう？綺麗になったんじゃない？結構なったと思うね。はい、なるほどなるほど。続いてこの窓の縁とか、あと車、あとペットにもできるみたいですね。ちょっとここに乗ってる4つ全部やってみましょうか。はい、じゃあこの引き戸のね、この下の部分、ここ結構ゴミがあってね、基本掃除なんかあんまできないとこなんでね。でもこれならできるということで、これでやってみましょうか。いきまーす。角とかもいいんじゃない？ほら、髪の毛とかいっぱいある。これをこうして。ほら、結構取れたんじゃない？結構ね。はい、じゃあ続いて車の中やってきました。車の中はこのギザギザのアタッチメントが良さそうですね。はい、じゃあギザギザのね、アタッチメントになりました。これで、この椅子とかですかね。こことか結構ありますね。行きましょう。おお。こことかもこう。こんな感じだね。この下もこう。さすがにこの靴のとことか結構汚れてますけど、まあこことかも行けますよね。はい。まあでもこれは綺麗な上の方とか結構やりたい感じですよね。これ椅子とかをこうやってやるといいですよね。はい、ここになんか白いのがありますね。これをね、こうまあ取れちゃうわけですね、きっと。はい、取れちゃった。いいじゃん。
やっぱ車とかね、掃除機かけるにもコンセントがないとなかなか難しいじゃないですか。それをね、このコードレスでできるっていうのはなかなかいいものですよね。はい、じゃあ最後はね、ペットにやってみたいと思います。猫にはね、このケバケバのこれがいいと思うんでね、これに付け替えてやってみましょう。はい、付け替えました。これでね、行ってみましょうか。ちょっとびっくりしちゃうかもしれないけど、待って待って待ってちょっと待って、こっちおいで。猫は逃げちゃいますね。まあちょっとね、猫はね、慣れないと難しいですね。まあ、猫本体にやるっていうのは、まあ、結構、逃げちゃうんで、びっくりして逃げちゃうんで難しいですけども、まあ、猫がね、いつもいるような猫の毛を、取るとかいうものにはね、とても便利だと思いますね。で、やり終わった後は、まあここのプッシュボタンを押すと、まあ開くんですね。まあでも、なんか押さなくても結構開いちゃうんだよね。まあ、開けると、まあこんな感じになると。で、フィルターがこれかな。これ、あ、結構毛とかついてますね、さっき取ったやつが。おお、汚い汚い汚い。気持ち悪い気持ち悪い。あ、結構やっぱ取れてんだね、さっきのやつ。まあ、こんな感じ。あれしかやってないんですよ。あ、今動画で撮ったあの部分しかやってないのにもかかわらず、まあこんなにちょっと毛とか結構くっついてるんで、まあこんな感じで毛も結構取れてるっていうことになりますよね、ちゃんと。はい。まあこれいうものが、まあこう出てくるということでした。まあこれはまあね、後で掃除しておきたいなと思います。で、ここですね、このなんか丸い部分、これを合わせてまあ入れるとという感じになります。結構良かったですね。やっぱコードレスってなかなかいいよね。うん。で、アタッチメントもね、こうやって3つもついてて、やっぱその場所に適してね、適したものを使うとね、なかなか掃除も効率よくなると思いますね。で、充電もね、もう誰もが持ってるようなマイクロ USB で簡単に充電できますんでね、まあ、そこでも結構いいですよね。はい、ということで今回こちらのポータブルバキュームクリーナーの、ご紹介でした。ということで、こちら Amazon リンクの方はね、動画説明欄の方に貼っておきますんで、ぜひ気になってみてからそちらで買ってみてください。ということで、チャンネル登録もしてない方、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では皆さん、さよなら。